はい、皆さんこんにちは、上野方氏です。はい、今回はですね、100均すげーとね、感心した部分もあるんですけど、反面ね、ちょっとね、おやとね、ちょっとね、とある商品がね、脳裏をよぎったやつになるんですよね。はい、じゃあちょっとね、それを紹介していきたいなと思います。それではスタートします。はい、じゃあね、ちょっとね、まあ100均やったいうこともあってね、まあちょっとね、パッケージもね、ちょっと取り出しにくいやつになったんで、ちょっとまあ動画用いうことでね、2個買ったやつになるんですけど、はい、こちらになります。じゃーん。はい、まずはこれね、パッケージ入れたままのやつなんですけど、はい、こちらのやつなんですよね。これ、はい、多機能ボールペン、はい、これ D ってごつい字で書いてあるんですけど、はい、これダイソーのやつです。はい、まあダイソーステーショナリーの、はい、ボールポイント径がまあ 0.7mm で、回芯が 0.5 ミリのシャープがついてるっていうね。はい、まあね、4本の、まあ、カラーの、はい、黒、赤、青、緑にシャーペンがついてるっていう、はい、こういうやつになるんですよね。はい。でね、これ、ちょっとね、切るんがね、ちょっと、まあ、めんどくさかったり手間取るんで、ちょっとね、後で、これから外したやつも出します。はい、ちょっとね、裏を見ますと、はい、こういう形になってるんですけど、これ、ボールペン42っていう ね、なんかナンバーが振られてます。はい。で、まあ、シャーペンの入れ方とか、まあ、この辺は、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、そんなにあれですね。はい。という形のね、はい、こういう風なね、ダイソーから出てる、このね、多機能ボールペンなんですよね。はい。でね、これなんですけど、はい。まあ、これね、中身を取り出したやつが、まあね、こちらいう形になります。はい。じゃあ、こちらです。よいしょ。はい、こちらなんですよね。はい。でね、まあ、このデザインなんですけど、自分ね、これ見てね、ちょっとね、おやっていうね、ちょっと、おってね、思ったとこあるんですよね。まあね、これ普通にね、見た目ね、まあ、かっこいい、多機能のボールペンですわ。でね、ここの部分、はい、ここのところがね、なんかね、溝がね、はい、ちょっとついてまして、なんか、ここに色がこうやってついてるんですよね。いや、これおしゃれなんですけど、これ、なんかどっかで見たことあるぞって思ったんですよね。はい、それがですね、まあ、家帰って確認したら、はい、これなんですよね、これ。はい。まあ、これはね、ちょっと限定色のやつなんですけど、はい、これ、三菱鉛筆さんからね、出されてるね、はい、あれなんですよね、ジェットストリームのね、4&1 っていうね、同じ赤、緑、青、黒でシャープペンシルがついてるという、もうまさにね、同じあれじゃんっていうね、はい、やつで、しかもこれね、ボール径もね、確かね、一緒なんですよね、これ、はい、0.7mm で、そんで、このシャープペンに関しては、0.5mm で、ここをノックすると、シャープになるっていうやつで、はい、こっち側もね、このクリップのところをね、こうやってカチカチすると、この、はい、シャープになるという、これ、全く同じコンセプトやんっていうね、はい、やつになるんですよね。はい。で、せっかくなんで、これ、ここ出しておきましょうか。はい。そうなんですよね。でね、これね、ちょっと見比べてみましょうか。はい。このグリップの部分がね、まずね、この100均の方、こっちはね、溝がついてるんですけど、はい、こっちの部分にはね、はい、ないですね。でね、持った感じはね、こっちの方がね、ずっしりしてます。はい。で、これね、値段差はね、どれぐらいかというと、こっち側がね、100円プラス税なんで、まあ、110円です。でね、こっち側のね、ジェットストリームの方は、これ、1000円に、プラス税みたいな形なんで、まあ、値段は約ね、10倍ぐらいあります。はい。でね、あとどこかな、このクリップの部分はね、100均のやつの方が長い形になりますね。でも見た目的な綺麗さで言うと、このジェットストリームの方はね、これさすが、まあ値段差もあるんですけど、まあ綺麗な形になります。でね、これノックした感じのこのカチカチの良さっていうのも、まあ100均よりかは、まあやっぱこっちの方がね、安定感があって、こっちね、ちょっとこういう風にね、ちょっとカチャって奥までやらんと、こういう風に戻っちゃうっていうね、ちょっとところがあったりして、この辺がね、やっぱちょっとコスト面的に甘い部分かなって思ったりもします。でね、この上の部分、ここのところはね、はい、こういう風に開けて、まあ消しゴムになってるんですよね。はい。まあ、ここのところはあんまりね、変わりがないですね。そんでデザインはね、こっちの方がなんかね、溝が入ってて逆にかっこいいかなみたいなとこもあったりします。はい。でね、ここの部分もね、自分は見た瞬間あってね、これ思い浮かんだんですけど、若干ちょっと違ってますね。こっちのところはこういう風にね、三角の角っていうところまでね、溝が入ってるんですけど、こっちはね、一方なってない形ですね。こういう形になってます。
はい、というね、こういうふうな形の違いがある感じですね、見た目に関しては。はい、こっちの方がちょっとマットになってるかな、ボディが。こっち側はつるっという形になってます。はい、じゃあちょっとね、一回書き比べてみましょう。はい、ちょっとね、紙の方をこういうふうにね、出して、はい、こっちの方、ジェットストリームの方を出します。まあ、ジェットストリームってね、その書き味でね、結構話題になったりしてるんですけど、はい、もうなんか書いた感じがもうスースースース、ペンが走るような形になります。で、RGB でね、はい、G で、まあ、B、ブルーですよね、はい。で、まあ、黒が、はい、黒がありまして、まあ、シャーペン、はい、まあ、こういう形になります。これがジェットストリーム4&1 の方ですね。4&1。はい、でね、一方このね、ダイソーのこっちの方、やっていきましょうか。R でグリーンでブルーでブラック、おっとで、まあシャープの方になりますね。はい、まあね、ちょっと拡大しましょうか。はい、まあ、シャープの方はね、もう書き味はね、これもうほとんどね、変わりないですね。一緒みたいな形ですね。で、まあ、黒に関しても、まあ、書き味はもう断然、こっちの方が、いいです。はい、まあ、でも、見た目的にはもうほぼ同じような色です。そんでね、青とかに関しても、これね、若干差は出るかなと思ったんですけど、はい、あんまり差ないですね。で、グリーンに関してもあんま差がないです。赤に関しては若干ね、この100均の方が、ちょっとくすんだような色かな、みたいな形です。なんで、まあ、発色とか考えると、まあ、やっぱり、こっちの方がいいかな、いう形になります。でもね、かなりこれも頑張ってます。全然、見劣りしないかな、いう形です。でね、これね、分解してみると、中がね、こういう形になってます。はい。インクの色はね、結構100均のやつは真っ黒いう形ですね。で、一方、このジェットストリームの方は色はこういう風についてるんで、はい、どれがね、赤とか緑とか青とか、これの分かりやすさはこっちの方があります。はい。でね、このね、中がね、これ結構グラグラなんですよね。まあ、この辺でね、コストをね、ダウンしてるんかな、みたいな感じがね、あったりします。でね、このね、リフィルなんですけど、これのね、付け替えもね、まあ、こっちかもね、できるようにはなってるんですけど、結構ね、これ作りが、今もね、こういう風に取ろうとしたら、この中身のこの部品が出てきてるんですけど、これがね、なかなかね、ちょっと付けるんがね、大変やったんですよね。これ自分ちょっと何回か分解したんですけど、ちょっと、難儀しました。ただね、ここのところこういう風にね、取ると、うわー、取った時にこうやってブワーってこういう風にね、なっちゃうんで、ちょっとあれなんですけど、はい、まあ中身もね、これ変えれんわけではないです。はい、で、まあ取り出すと、こういう形になるんですよね。はい、そんでね、長さをね、比べてみると、まあ、若干こうやってね、はい、なんかこっちのね、お尻の部分もちょっとね、長かったりとか、この部分とかもちょっと違いがあったりします。なんで、まあ、こっちとこっちの芯をね、芯を入れ替えてみたいなことはできないです。でね、ここのね、グリップのところもなんですけど、こうやってね、長さが違ったり、径がね、ちょっとね、違ったりするんで、付け替えることはできないです。はい。まあでもね、結構ね、こういう風にね、似たやつがね、はい、出てきた形になります。これちょっとバラッとなっちゃったんでね、ちょっと戻すのがね、もうちょっと大変やったりするんで、まあちょっとね、動画終わったらね、直そう思うんですけど、まあね、100均からね、まあ結構ね、コピー品じゃないですけど、まあこういう風なやつが出てきたみたいな形になります。まあね、まあこれちょっとね、まあ軍配はこっち側に上がるって言ったんですけども、全然ね、こっちで十分っていう方もね、いると思います。はい、まあこういう形でね、これも100均とは思えないクオリティなんですよね。はい、最近100均のクオリティのがどん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 上がってます。まあダイソーに限らずね、まあセリアとかね、キャンドゥとかね、なんかいろいろ、まあ100均のメーカーはあったりするんですけど、まあこぞってね、かなりクオリティが上がってます。まあこういう中でね、どういうふうにね、差異をつけていくかっていうのはね、まあブランド的な価値をつけるのもありかもですけど、まあ
ね、あのお店屋さんの方でイベントをするとか、なんか工夫とかね、なんかそういうのをしていかんと結構百均とかに流れちゃうかなっていう風なね、ちょっと物議を醸す一本かもしれないです。まあね、百均なんでね、まあぜひあの100円ぐらいなんで、まあ買ってみてね、ちょっとこの書き味みたいなのは、あの現にあの調べてもらったり、こういう風にね分解してみて、このあの作りの違いとかもまあ研究してみるのもいいかもしれないです。はい、ということでね、ぜひ気になった方はね、これダイソーのとこ打ったりしてると思うんで、あの見ていただいたらいかがでしょうか。はい、ということで、まあこの動画が良かったと思う方はグッドボタンで、まあチャンネルの方登録の方ぜひしていただいて、まああの他文房具の紹介とかしてるんで見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、100均すごいですね、最近頑張ってます。はい、ということでね、まあぜひ見つけたらあの、まあ、買ってみてもいいんじゃないかなっていうやつになります。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。